ベンジャミン殿、一つお聞きしたいのだが。ああ、ワイザー先生、何でしょうかな。ギレンはこの地に大きな保養施設を作るため奔走していると聞きましたが。ああ、リゾート化計画のことですな。無論順調に進んでおりますぞ。まあ、いろいろ問題はございますがな。その最大の問題がハンターアカデミーというわけですか。我が輩も懐は大きいものを持っていると自負しておりますからな。そう目くじらを立てて追い出そうとする必要もないと考えておる次第で。なるほど、さすがベンジャミン殿、器が大きくていらっしゃる。ですが、もしここにハンターを一網打尽にする良い方策があるとしたら。なんですと？そのような何か良い策が。さよう、実行してみる気はありますかな。一つお聞きしたい。なぜ先生がそのような策を私に授けてくださるので。聞きたいですか。差し支えなければ。なに、ごく簡単な理由です。私がハンターなどという人種が大嫌いだからですよ。それはそれは。なんだこの迫力は。この我が輩が蹴落されてしまうとは。いかがです、私の方策に乗ってみる気はありますか。悪くない話ですな。だが当然この話には先生にもメリットがあるわけでしょう。もちろんないとは言いませんがね。なるほど、それではその策をいただく前に契約を結びましょう。このベンジャミン、腐っても商人を自負しております。先生の利益のために働くというのであれば、こちらも相応の報酬をいただかなければ商人の名折れですからな。なるほど、それはなかなかにもっともな話です。それではこれを報酬として差し上げるというのはいかがでしょう。何ですかな、この真っ赤な宝石は。見たところルビーでもないようですが。炎の精霊の卵です。そこらの宝石よりずっと価値はあると思いますが。な、炎の精霊の卵、蝶が10個はつくスーパーレアなお宝じゃないですか。我が輩も実物は初めて見る。もちろん本物ですよ。その代わり成功報酬としてしか差し上げられませんが、いかがです。いいでしょう。お話を聞こうではありませんか。いや、決してお宝に目がくらんだわけではございませんぞ。分かっておりますとも。それでは少々お耳を押しよう。アカデミーに一人年派の行かぬ少女が入学していると思いますが。ああ、ガキが一人いましたな。一体アカデミーの奴らは何を考えておるのやら。あの娘の正体は魔物です。なんですと。サキュバスという魔物をご存知ですか。人の性を奪い取り廃人同様にしてしまうという危険で恐ろしい魔物です。あの娘はそのサキュバスなのですよ。それは本当ですか。純然たる事実です。当然アカデミーは事実を知った上で隠し通し、この危険な魔物を放し飼いにしているのですよ。いかがです、そんな危険なアカデミーという存在を貴殿の正義は見過ごすことができますか。見過ごせるはずがないでしょう。よろしい、我が輩が正義の名のもとにアカデミーを告発いたしましょう。期待しておりますよ、ベンジャミン殿。あの
娘が孤立してくれればこちらも手が打ちやすいのだね。ん？さて、どんなモンスターを手なずけたのかな？今はまだないですね。そうか。新しいモンスターを手なずけたら、また教えてくれ。わかりました。さて、どのくらい力をつけたんだ？火起こしでも歓迎するで。またのご利用お待ちしとるで。おりほー。どうしたのキティ？洗濯物を干そうと思ったら風に飛ばされちゃって、追いかけたらり落ちちゃった。大丈夫？怪我してない？うん、それは大丈夫。でもキティがベランダから落ちるなんておかしいね。おかしい？だってキティは空だって飛べるじゃない。でも羽は使っちゃいけないから。ああ、そっか。あれ、なんだか門の前が騒がしいな。あ、クーちゃん、大変や。はーん、グリフー。キティ、どうしたの？ふん、ようやく出てきたか、学長代理。何のご用です？この町の住民を代表して、アカデミーを告発しに来たのだ。告発？貴様に抱きついているその娘、正体は魔物だそうだ。あ、それも人の生気を奪い取る危険な魔物、サキュバスとやらだそうではないか。違うというのなら今ここでそう反論してみせるがいい。できない。そうだな、これは覆すことのできぬ事実なのだからな。だからなんだっちゅんや。キティが誰か襲ったとかそんなんとちゃうやろ。キティ、そんなことしないもん。今は無害に見えても、いつ牙を向いて襲いかかってくるか分かったものではなかろうが。そんなことないもん。絶対しないもん。とにかくこの町に住む人間を代表し、アカデミーに通告する。その魔物の娘を追放するか、またはアカデミーを畳んで町から出ていくか、道は二つに一つ。一週間以内に返答してもらおう。一週間？そんな。こちらとしてはそれでも長いくらいだ。一週間も猶予がもらえたことをありがたく思え。勝手脱がすな。やかましい。一週間だ。いいな。ホリホー。大丈夫だよ。
追い出したりしないから。とにかくみんなを呼んで話さんとな。うん。そんな、一体誰がそんな。わからない。キティの正体は誰にも話したことはないはずだし。この際そんなことはどうでもいいですわ。問題はこれからどうすべきかでしょ。けどどないせっちゅんや。ヒゲの言う通り道は二つしかないかもしれん。ルシー。でも私はキティちゃんを追放するなんて嫌だからね。キティちゃんだって私たちの大事な家族なんだから。家族を犠牲にしてまでここに座る気は私ないわよ。私もミーナさんの意見に賛成です。そうですね、私も基本的にはミーナさんの意見を支持いたしますわ。なんや基本的にってのは。キティさんを擁護する件については私も異存はございませんが、だからといってあの男の言うようにすぐアカデミーを出ていくなどという結論に結びつけたくはないということです。諦めるのはまだ早すぎますわ。ここを出ていくのは最後の最後。それまでとことんまで悪あがきしてみましょう。すまん、うちもちょい弱気になっとったみたいや。うん、そうだよね。そうやな、最後の最後まで悪あがきしてやらんとキッドがかわいそうやもんな。じゃあアカデミーの方針はこれで決まりでいいね。じゃあ私キティちゃんを呼んでくるわね。このことを教えてあげて安心させてあげましょう。しかしうちらもええ加減諦め悪い奴ら揃っとるわな。簡単に諦めるわけにはいきませんわ。それこそベンジャミンの思うツボですもの。そうだね、このアカデミーは先生たちと父さんの夢の結晶だもの。簡単に手放すわけには。ミーナさん、どうしたんですか？そんなに慌てて。大変なの。キティちゃん、いなくなっちゃった。なんやて？どういうことです？今、キティちゃんの部屋に行ったら、ベランダの窓が開いてて、部屋にこれが置いてあって。勝手なことしくさって、あんお子様は！うちらの粘りと頑張りを無駄にする気か。どうするのです？もちろん探して呼び戻す。合点承知や。みんなで手分けして探すで。了解、頑張ります。キティちゃん、いたら返事をしてください。夜に人が歩いてなくてよかった。あ、クリフさん、見つかりました？あ、ううん、どこにも。クリフさん、キティちゃん、いましたか？ううん、どこにも。私、もう少し探してみますね。うん、お願い。クリフ、キティちゃん、いた。ううん、どこにも。本当にどこに行っちゃったのかしら。キティちゃん、どこにいるの？あ、クーちゃん。あ、ルシー、空から探してたんだ。キティ、見つかった？いや、全然や。飛べるのは向こうも同じやさかいな。ちと分が悪いで。でも諦めないで探そう。ああ、分かっとる。おーい、キティ。キティちゃん、どこにいるの？
あ、葵さん。あ、グリフさん。向こうから姿を隠してしまった以上、いくら呼びかけても意味はないと分かっているんですが、つい。うん、わかる、その気持ち。本当にどこに行ってしまったんでしょうね。ダメだわ、どこにもいない。見つかりませんでした。八方塞がりですわ。あのアホタレが、こないな書き置き一枚残して一体どこに行きよったんや。キティは悪い子でしただなんて。嘘ですよ、キティちゃんは悪いことなんて何もしてないじゃないですか。当たり前や。ほんまに悪い子やったらうちがとっくに洞窟に捨てとるわ。洞窟？そや、洞窟や。え？説明は後や。あいつ多分洞窟におるで。洞窟ですか。ならば行き先は一つしかありませんわね。キティちゃんを見つけたあの廃校ね。急ぎましょう、少しでも可能性があるなら。はあ、お腹すいた。牛乳飲みたいな。なんや、呼んだか。はっ、やっぱりな、こんなところにおったんか。おいしい。なんでこんなとこ来たんや。まあ想像はついとるけどな。キティがみんなに迷惑かける悪い子だから。悪い子は捨てられなきゃいけないから。やっぱりそんな理由かい。ほんまにアホタレやな、きっとは。きっとお前さん、なんか悪いことしたんか。だってキティのせいでみんなが。あれはキッドのせいとちゃうで。ヒゲヅラが勝手に騒いどるだけや。なんもせんとそこにいてるだけで悪い奴なんてのはこの世にはおらん。そやから今回キッドは何も悪いことしてへん。胸張ってええで。だから帰ってき、また一緒に風呂に入って飯食って牛乳飲もうで。キッキー、みんなと一緒に暮らしてもいいの？今までみたいに。そんなの当たり前やろ。でなきゃなんでみんなでこんなに必死にお前さんを探したと思うんや。みんなまたお前さんと一緒に暮らしたいと思うとるからやろが。ほんまにアホタレやな。つまらんことしよって。うしい。わかっとるわかっとる。あーもう服がべちょべちょやんか。ごめんなさい、心配かけてごめんなさい。そやな、それだけはちゃんと謝ってもらわんとな。それから責任も取るんやで。責任？お家帰る。そや、よくできました。帰ろうな、うちらの家に。うん。
ティ、もう心配したんですよ。心配かけちゃってごめんなさい。でもよかった、見つかって。さあ帰りましょう。まだ夕食も食べていないのですから。お腹が空いてしまいましたわ。キティも。いや、さすがワイザー先生、あいつらめぐーの音も出ませんでしたぞ。いやいや、愉快愉快、久々に痛快でしたわ。いえいえ、こちらの思惑も絡んでおりますゆえ。そうそう、忘れぬうちにいただくものをいただいておきたいのですが。ああ、炎の精霊の卵でしたね。ええ、結構ですとも、差し上げましょう。念を押しますが、本当にいただきますよ。後で返せと言っても知りませんよ。ええ、もちろん。今この時点をもって、その卵の所有権はあなたに移りました。あなたがその卵をどうされようと、私の知ったことではないし、その卵をめぐって何が起きようと、私は一切感知しないことを約束いたしましょう。ほう、さすがワイザー先生。では確かに。なあ、火が飛び込んできたぞ。おやおや、卵を取り返しに炎の精霊がやってきたようですね。なんですと？今まで持ち主が私だったために手を出せなかった精霊たちが、あなたからなら取り返すのもたやすいと踏んだのでしょう。精霊も意外と打算的なものですね。落ち着いていないで、なんとかしてください、ワイザー先生。さて、その卵をめぐって何が起きようと、私は一切感知しないとお約束したはずですが。そんなご自分で何とかするんですな。それがその卵を所持する者の義務なのですから。騙したな。騙した覚えなどありませんよ。私は契約に基づいて、あなたが望む報酬を提示し、そしてあなたはそれを受け取った。私は約束を破っていないし、騙したりもしていない。妙な言いがかりをつけるのはやめていただきたいものですな。我が輩の屋敷が燃えてしまう。どないした、シェリー？火事ですわ。町の一角から煙が上ってます。なんやて？あ、ルシー。なるほど、こういう場合は空から確認する方が確実ですわね。大変や、ヒゲ面の屋敷が燃えとるで。ベンジャミンさんの家が？きっと、行くで。え？空飛んで急行するんや。グズグズしとる暇はあらへんで。うん、わかった。私たちも急ぎましょう。はい。我が輩の屋敷が燃える、燃えてしまう。ベンジャミン様、早く逃げないと。ふん、猥琐な人間がつまらぬ欲をかくから、このような目には。ヒゲヅラ、まだ生きとるか？アカデミー、あんたも何グズグズしとんねん。はよ逃げんと丸焦げになってまうで。気にするな、私はいつでも逃げられん。
そろそろ逃げねばまずいのを事実か。なんやあんた。我が名はワイザー。不死の術を確立せし三大家の一つドラクール家の当主。ワイザーやて。まさかあんたあのインテリ学者風のワイザー先生なんか。あれは世を忍ぶ仮の姿、よく化けたものだと思うだろう。ドラクールかクルクールか知らんけどな、この火事は己の仕業なんか。それは言いがかりというものだ。直接のきっかけは作ったかもしれない。さて、だいぶ火も回ってしまったようだ。そろそろ私も退散させてもらうとしよう。待ちや、どこ行くつもりや。用があるのなら古城まで来い。私は逃げも隠れもせん。あ、待ち、まだ話は。ち、グズグズ話しとる余裕もなさそうやな。きっと、はよそのパシリを。うん。燃える燃える。うわあ、天井が崩れる。お屋敷が。レシーさん、キティちゃん。いえ、無事のようですわ。たく、重すぎるで。ちっとはダイエットせんかい。すみません。我が輩の屋敷が。屋敷くらい何とでもなるやろが。命が燃えてまうよりはマシやろ。どうや、キッドがアカデミーにいてくれて助かったやろ。何？キッドがいたからあんたと下っ端の二人とも助けることができたんやで。いなかったらうちが下っ端だけ助けてあんたは丸焼けや。しかしなんや。あのガキは人間ではないのだろう。危険な魔物だそうではないか。しかも背中に翼などつけて。まだそんなこと言っとるんかい。危険な魔物が人助けなんかするんか。それに翼なら打ち勝てついとるやろが。打ち勝て厳密には人間やのうて精霊やからな。もう諦めや。これ以上ダダこねるとうちの握力が急になくなってまうで。待て、その前に下ろせ。あー、手がしびれてきよった。わかった、娘の剣は不問にしてやるから早く下ろせ。不問にしてやるから。あはは、ごめんなさい。不問にさせていただきますので何卒お助けを。おうし、きっと下ろしたり落とすのか。うわあ、ちゃうちゃう、落とすんやのうて下ろすんや。ああ、わしの屋敷、家財道具、お宝、全部燃えてしまった。まだグズグズ言っとるんかい。命が助かっただけ、よかったじゃないですか。そうですよ、元気を出してくださいよ、ベンジャミン様。さて、ルシーさんから聞いた話は本当でしょうね。キティさんをアカデミーの一員として認めてくださるという。いたしかたあるまい。だから態度がでかいっつーの。くそ、人
の後頭部をポンポン叩くな。じゃあこれでアカデミーから出ていかなくてもいいんだね。本当に良かったです。まったく、幽霊はいるわ、羽根付き女が二人もいるわ、とんでもない格好だわい。さて、ではもう一つ聞きたいのですが。なんだ。あのワイザーという男は一体何者なんです？知らんわ。著名な研究家だというから止めてやったのに。クソ。そういやドラクールとか言っとったな、不死がどうのこうのとか。ドラクールですって。サキュバスという魔物のことを教えてくれたのもあいつだ。どうもあの娘に何かと興味を持っていたようだが、我が輩としてはお前らが出ていくことを期待していたが、あいつはあの娘が孤立する方を望んでいたようだな。なんやて？ドラクール、もしそれが本当なら、私たちはとんでもない魔物を相手にしているのかもしれない。関係あるかい。つまりそのドラコがうちの大事な家族を崩壊させようとした張本人っちゅうことやな。ルシー待っとるや。乗り込んでなしつけたるわ。二度とうちの大事な家族に手出すなってな。ルシーさん、どこへ？補助や。あいつはそこにおる。待ってください。もしかしたら相手はとんでもない魔物かもしれないんですよ。言ってしまいましたけど。仕方ない、僕らも追いかけよう。